はい、おはようございます。ラムコッちゃんです。ただいま9時53分到着なんですけども、5人以上並んでた、やばい、来る店間違えたかもしれないということで、今日はちょっといつもより多そうなので今から並んでいきます。はい、皆さんこんにちは、ラムコッちゃんです。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。今日は8月25日水曜日、水曜日といえばチラシの日、水曜日といえば島パドということで、今日も島村行ってきました。今日は狙ってる商品が欲しすぎていつもと違う島村に行ったんですけど、結果から言えば失敗でした。近くの島村にしとけばよかったなと思って、ということで今日は2軒はしごしてきたんですけど、購入してきたものを紹介したいと思います。はい、まず1点目は広告の品じゃないんですけど、今更こちらのテラさんのイヤカフを買ってきました。これは何でかっていうと、今日もねちょっとイヤカフしてるんですけど、島村さんでピアスがねあんまり売れないらしくて、でそれで、まあ、今回もプチプラの屋さんイヤリングしか出なかったじゃないですか。ピアス派涙目ということで、イヤリングは本当に耳たぶが痛くなるのでつけたくないっていうことで、このイヤカフだったら別に耳たぶをこうキュッて挟むわけじゃないし、引っ掛けるだけなので痛くないかなと思って、これからはちょっとイヤカフにしていこうかなと思って、そう、こんな感じ見えますか、こんな感じだったらほら可愛くない、着飾る行為には理由があって、今更見てるんですけど、はい、こんな感じでつけようかなと思ってます。すごいおしゃれ上級者って感じがするので、これだったら引っかかってるだけなので全然痛くないし、でピアスとはまた違う感じを味わえるので買ってみました。はい、はい、次に購入してきたのはこちらです。デニム、これは昨日から欲しいって言ってたやつを買ってきました。リボン付きのデニムになります。このリボンは取り外しできそうですね。あっても可愛いし、なくても可愛いかなと思います。普通の紺色の、一応ストレートデニムなんですけど、割とワイドめな感じで形がきれくて、この足の感じを拾わない感じだったので購入しました。商品名がDF リボンデニムストレート 69M サイズ中紺、税込み1969円、商品番号 558-1279 です。はい、ちょうどこんな感じのデニム、ムムさんの昔買ったやつ、去年買ったやつを履き潰しても買いました。こんな感じの綿 100% のデニムです。質感は結構柔らかめの綿って感じで、ジーンズって結構ゴワゴワしてる感じのやつって多いと思うんですけど、割とファーストインプレッション柔らかいなって思いました。うん、けどまあ洗っていったらちょっとは締まってくるかなっていう感じもするんですけど、普段使いにいいかなと思って買いました。はい、履いてみました。こんな感じです。ちょっと私骨盤大きいので M サイズでこの辺りはギリギリなんですけど、はい、こんな感じです。なんかちょうどいいストレートっていうか、そんなに生地もごつくないので、真冬とかは下にレギンスみたいな薄めのヒートテックレギンスとか履いたら履けるかなと思います。はい、そして次に買ってきたのがこちらです。じゃーん、多分一番人気のスカート買ってきました。はい、これね、1軒目のお店では最初昨日ニットベスト欲しいって言ってて、それに気を取られたらこのスカートがもう全滅してたんですよ。見る影もなくて、で今日2軒目行ったんですけど、2軒目で1点だけ残ってたんですけど L サイズだったんですよ。でも試着したんですけど、まあ L でも履けるかなっていうのと、あと、あやさんが履いてたちょっと長さが短そうだなと思ったんですけど、まあ、L だったら長さ的にもちょうど良かったので、はい、購入してきました。や
っぱりね、実物見たら可愛くて、購入を止められませんでした。はい。買わないつもりだったんですけどね。はい。で、商品名が、DF ラッププリーツスカート 86L サイズ、中黒、税込1969円、商品コードが 552-0467 です。私のファッションね、今年の秋のテーマを今日ひらめいたっていうか思いついたんですけど、アーバンシックなんですよ。アーバンシックで行こうと思って、で、これがそのアーバンシックにイメージにぴったりだなと思って、はい、購入しました。本当に私あんまプリーツね、そんなに好きじゃないんですけど、正直。でもこれは履いてみて可愛かったです。ここが巻きスカートみたいになってるのかな、でもここでくっついてる感じなんですけど、前がこうね、黒がちょっとかぶさってるっていう感じで、ベージュと黒のバイカラーになってます。ここは巻いてるわけじゃなくて、ここでくっついてて、後ろは本当に真っ黒っていう感じのスカートになります。一応ここでね、ベルトがあって、多少ウエストの調節はできるかなっていう感じで、ポケットはこっちにありますね。後ろがゴムになっている、はい、感じのスカートです。買っちゃいました。裏地もしっかり黒であるので、透け感も大丈夫だし、なんか可愛いブーツとか合わせても可愛いかなと思います。履いてみました。感じです。 L でもそんなに大きい感じはしないですね。ウエストがちょっとちょっと緩いかなっていう感じですけど、まあこれから冬にちょっと厚着になるのでもういいかなと思って、ね、こんな感じで、長さは 160cm でくるぶしよりちょっと上っていう感じです。で、風が吹いてもここで縫い付けられてるので、めくれることもないですし、やっぱりシックで可愛いなと思いました。次に購入してきたのがこちらです。じゃーん、見ますか、ヨコピーさんのスウェットを買ってきました。はい、今こういうロゴの T シャツが流行ってて可愛いなと思うので、これはね、前から、発売前から気になってたので買ってきました。商品名が TC 裏毛カレロゴプルオーバー M サイズ中薄大大、税込み1089円です。はい、で、素材がポリエステル65綿 35% です。こんな感じなんですけど、普段着にちょうどいいかなと思って買ってきました。めっちゃ可愛くないですか、色合いが。グレーっぽいベージュにこの黄色の文字がめっちゃ可愛いと思いました。はい、可愛い。これがめっちゃ長くて、普通にしたらこれくらいなんですよ。なのでね、ちょっとめくっとかないと大変なんですけど、ちょっとこの辺にこういうね、もたつきが出て、それも可愛いかなと思います。まあね、着なくなったらパジャマにしてもいいですしね、こういうのは。はい、かわいい。この黄色の文字がめちゃくちゃ気に入りました。はい、ということで今日は4点購入してきました。はい、最初思ってたのとは違うものを買ってきたんですけど、黒のニットベストをね、昨日すごい欲しくて狙ってたんですけど、それ買おうと思ったら目の前でね、 M サイズがなくなって、あーって思ったんですけど、違うサイズのやつを試着したら、もうなんかね、直帰を着たね、おばあさんみたいになっちゃって、ちょっと似合わなかったんですよ、柄が。すごく可愛い柄だったんですけど、もうちょっとラメとかが入ってたら、よかったかなって思うんですけど、なんか、ちょっと思ってたのと違くて、ニットベストはやめました。
あとブラウスとかも、ブラウスもね欲しいなと思ってたんですけど、かなり毛がつきそうだったんですね、ペットの毛が。なのでね、それもねちょっと、まあ、節約中ということでね、ぐっと抑えて、まあ予定になかったものも買ってきたんですけど、今日のショッピングはこんな感じです。そして今日買った分を差し引いて全部で5566円になりましたので、ということで9月14日までに使っていいお金が12905円になりました。まあ多分テラさんも来ると思うし、来月の前半にまたあやさんも来るみたいなことを聞いたことがあるので、ちょっとやばいんですけど、このペースで抑えていけばなんとか大丈夫なのかなと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。9月14日まで2万円を果たして超えるのか抑えられるのか、見届けていただける方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。